日野レンジャーの坂道発進補助装置、ES スタート右側のトラックの絵のボタンが、メインスイッチで、その下のファストスローで、ブレーキが緩むタイミングを調整する。坂道発進補助装置は、坂道発進時に運転手が犯しやすい、車両の交代を抑制するシステムである。マニュアルトランスミッション車で、坂道発進を行う場合は、ハンクラッチ操作が必要だが、 乗用車に比べて車両重量や積載量の重い大型車では乗用車以上に車両交代を犯しやすくなる。そこで安全確保の検知から運転手の技量保管を図るべく1990年代に本装置が開発された。基本的な構造はブレーキ配管に電磁弁を追加したもので空気ブレーキ、油圧ブレーキを問わず容易に装備できることから 日本国内では多くのバスや最大積載量2トンクラス以上のトラックに標準またはオプションで設定されている。乗用車ではホンダ技研工業の NBOX や NWGN などに搭載されている。日本国内の大型車メーカー4車ごとの商標は下記の通り。車速センサーが車両の停止を感知するとコンピューターが 電磁弁を作動させ、ブレーキ力を保持するので、ブレーキペダルから足を離しても、車両は停止したままになり、軽機板には、作動状態を示す、表示灯が点灯する。クラッチを踏み込み、ギアを、ニュートラル以外のポジションにし、クラッチをつなぐと、クラッチがつながる寸前に、電磁弁が作動し、ブレーキが寛解される。従来は、大型車用途の装置が多かったが、 2000年代からは、普通車用途でも、オートパーキング、ヒルスタートアシストなどの名称を持つ坂道、発進補助装置が装備されることが多くなった。坂道発進が難しいとされる、MT 車をはじめ、トルクコンバータを持たない、AT 車で装備が拡大している。ほとんどの場合は、姿勢制御装置のブレーキ圧制御を利用し、停止時のブレーキ圧を記憶する方式である。 近年普及してきたデュアルクラッチトランスミッションではクリープ現象を疑似的に再現する場合があるが急な坂道では力が弱く交代してしまうためその欠点を補うものとして装備されている通常のトルクコンバーターを持つ AT 車でも操作性を向上させるため装備されることも多くなったプリウスなどトヨタ自動車のハイブリッドカーでは 車輪直結型のモーターを制御し、モーターのトルクで後退を防止する機能を持たせている。1980年代前半、まだ AT 車の比率が少なかった時代に、アケボのブレーキ工業が、スライドストッパーという名称で、坂道発進補助装置を発売したことがあった。勾配起動スイッチを備えた、鉄道車両の運転台右側グリップの黄色いボタンが、 勾配軌道スイッチ鉄道車両では、ワンハンドル車で、運転台に、勾配軌道スイッチが設置されている車両がある。鉄道車両、特に電気車においては、回路保護などの観点からブレーキを禁定したままの、立行ができなくなっていることが多い。さらにワンハンドル車では制動、立行のポジションが一直線上に並んでいる、構造から、ブレーキを禁定しながらの軌道ができない。 そこで、勾配起動スイッチを押すことで、空気ブレーキを禁定し、マスコンハンドルを奥のブレーキ段から手前の立交段に入れて、ブレーキを禁定したまま立交回路を構成した状態を作り出し、勾配起動スイッチを解除することでブレーキを緩解し、加速する。ありがとうございます。